63周年記念赤城ライチンハイ競争、いよいよファイナル優勝戦、まもなくピットアウトになります。令和の時代を迎えても王者のチャンピオンロードは続きます。断然の一番人気1号艇の松井選手、人気の中心に押されています。G1 赤城ライチンハイ競争優勝戦第12レース。ピット離れは大きな差はありませんでした。現在枠なりとなっています。対戦の6勢は1号艇大阪松井茂、2号艇滋賀の馬場吉也、3号艇埼玉桐生純平、4号艇大阪湯川浩二、5号艇が東海名井口義則、6号艇が滋賀の丸野和樹、以上6メンバーの対戦です。スタートまで1分を切りました。一昨年のチャンピオン1号艇の松井茂、特別優勝70回目をかけて王手をかけている1号艇の松井が人気の中心、2コース2号艇の馬場吉也、まだ G1 タイトルはありません、12回目の挑戦になります。3コースには3号艇唯一の地元関東勢桐生純平、角に引っ張って4号艇の湯川、こちらの方もここまで50回の優勝を数えておりますが、ここは角戦、5コースから5号艇同期の井口、最アウト6号艇丸野、大外から配当妙妙連れてまいりますか、枠なりの3対3。解説63周年記念赤城ライチンハイ競争、絶好の水面コンディションです。枠なりの3対3、スタートまで10秒前を切っています。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系、優勝戦の第12レース、ただいまスタートいたしました。スリット通過後、若干3コースから3号艇、5コースから5号艇のぞこうかという体勢ですが、大きな差ありません。1周1マーク、インから逃げる体勢は1号艇、3号艇が外前に行きました。5号艇さらに内をついて4番6番接近、バックストレッチ向こう正面、さあここは陰線を仕切って1号艇、その後2番手争いでありますが、順走の形、2号艇の馬場吉也、内をつきましては今度は4号艇も接近ですが、1番2番3番の体勢、向こう正面からこれから2マークの旋回、スタートは前提正常です。1号艇が先前体勢、さあ3号艇が船を内に移しまして、外のか握っていったのは2号艇、上の体勢は1番2番3番の体勢、レースの方はこれから2周目入っていきます。スタート前提正常、リードは3停身1号艇の松井、2番手追走2号艇馬場、3番手3号艇の桐生純平、その後は4号艇5号艇7手の4番手の際、最高峰が6号艇の丸野という体勢です。上位の並びは1番2番3番の体勢固まりつつありまして、バックストレッチ向こう上面の直線コース、3号艇がちょっと引き波はまりました。今度は3番手争い混戦になってまいりまして、さあ5号艇の井口が並んでまいりました。さあ3番手争い接戦、後をついて4号艇ゆかは差のない5番手、最高峰6号艇丸野という体勢。さあ今度はレースの焦点、完全に3番手争い、上位2手は松井と馬場という体勢。今度は内側のから4号艇が先前体勢、行かせて今度は3号艇が差しのハンドル、上位の体勢ですが、しかし再び1番2番3番の体勢となりまして、レースは最終周回です。陰線堂々を仕切って1号艇の松井、リード5停身、2番手追走2号艇の馬場、後ろは7停身空きました。3番5番4番これの3番手争いは再び3号艇赤い勝負服は桐生純平が3番手をキープしています。1番2番そして3番の体勢でバックストレッチ向こう上面の直線コース、2連単の 1,2 の組み合わせ 3.2倍、3連単 1,2,3 は 7.3 倍と、ここは人気サイド、後方は5番4番6番という体勢、通算の優勝回数このままいきますと130回目、そして特別優勝は今度は70回目ということになります。1号艇の松井、2番手追走2号艇の馬場吉也、3番手3号艇の桐生純平、この赤城ライチンハイは2年ぶりの制覇ということになります。 1,2,3 の体勢からず優勝戦第12レース、今近く1号艇の松井優勝の5輪、2着2号艇馬場5輪、3着3号艇の桐生5輪、5号艇の井口は4着、後ろは4番6番で5輪です。